よろしくお願いします。お願いします。どうですか、ラジオは。とっても楽しみです。練習終わってすぐ来たんですけど、うまく喋れるか不安です。僕も初めてのラジオなんですけど、ちょっと緊張して飛ばないか心配です。頑張ります。頑張りましょう。にゃにゃにゃなんかこの T シャツ何ですか。これは今回のスポーツのライブ T シャツです。あと CD 流れますね。J3 プロサッカークラブ YSCC の祝開幕スペシャルです。イエーイ。背番号25番西山俊太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。背番号6番カバディエゴです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今季キャプテン就任おめでとうございます。ありがとうございます。一瞬ちょっと断ろうと思いました。あ、そうなんですか。なんで試合に出れないシーズンが続いていたので、なんかこう本当に自分でいいのかなっていうのが、一瞬頭によぎったんですけど、まあ監督からかけられた言葉でチームのためにやろうかなっていうふうにちょっと思えたので、僕今シーズンで13年目でずっと卒業してからこのクラブでお世話になってるんですけど、試合出れない時でも、こう自分の打ち込むところだったり姿勢だったりだとか、やっぱ長くいることで、チームの顔っていうふうにはこう言ってくれたのが、すごく嬉しかったので、和樹さんのためにもじゃないですけど、チームをしっかり先頭立って引っ張っていきたいなっていう、ところが芽生えました。あ、はい。なんか入ってきてよ。いやなんか、わかんないさ。僕この怪我3回目なんですよ。はいはい。で、1回目やった時にどうやって復帰すればいいのかなみたいな分かんなくて、リハビリ何してんのかなとか結構不安で、自分がもうどうやってリハビリして復帰してるのかっていうのを。もう3回目ですし、はい、なんかベテランです。よくないベテランですよね。こう見てもらって、こうリハビリ手伝ってあげたりしたらいいなと思って発信を決めました。リハビリのことをね、こう綴ってて、そこから地域貢献の方に行ってるんですよ今。ポスターケージを最近し始めてて、チームで、ほんでケージしてる時にこうパニャみたいな顔されることが多くて、誰でそれでなんかもうちょっと知ってもらえたらいいなと思って、こうチームのことを、けど、知ってもらうためには多分こう横のつながりじゃないんですけど、まずこの地域をこう紹介して、こう本目同士でつなげてからじゃないと、こうなんかいきなり知ってもらうのって多分難しいんで、神奈川ってたくさんチームありますし、一人ずつ輪に入れるじゃないですけど、っていうのをやろうと思って、地域貢献になるしかないですね。なると思います。はい、OK です。ありがとうございます。大丈夫でした。すごい、すごい、すごい。顔中赤くて、暑くて。暑いです。大丈夫。ごめんなさいでした。今日どうでしたか。非常に、僕2回目なんですけど、とっても楽しかったです。僕は初めてだったんですけど、緊張しすぎて、噛みました。恥ずかしかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。